こんにちは。転売王堀秀夫です。今日は何かと話題のポケモン GO ですね。これが Google のエイプリルフール企画だったというね、動画を見つけましたんで、それをシェアします。まあ、この動画なんですけど、これ Google がですね、2014年のコースとね、2014年3月31日って書いてあるんですけど、まあ、2014年のエイプリルフール用のビデオ。Google マップを使って隠れてるポケモンを見つけてこいと。見つけたらポケモンマスターの称号、名刺がもらえるという企画がありました。まあ、それをですね、Google からスピンアウトしたナイアンティックラボが製品化したと。すでに、まあ、日本では、株の方で相当ね、インパクトがありまして、もうこのポケモン GO の発売前と比べて、すでに株価、わずか2週間弱でですね、2倍になってます。有名なね、株式トレーダーの重林さんは、相当これね、任天堂動いたというので買ってますんでね、儲けてる様子です。まあ、私もね、オーストラリアにいますんで、早速、ポケモン GO をプレイしてみました。でね、いきなり、我が家の食卓の鍋の上に、不思議な谷がいました。でね、これ捕まえて、コレクション1号不思議な根をコレクションしました。で、ちょっとやり始めたらね、すぐに娘がハマりまして、私もね、これね、今まで行ったとこもう一回ね、ぐるっと回って、ポケモンいるかどうか探してみようという気になりましたんでね、これは相当、流行るというか、まあ、すでにね、相当流行ってますけど、まあ結構面白いですし、あとまあ飲食店とかね、なんか、ちょっとした食べ物屋さんとか、ね、子供向け、あるいはね、ポケモン知ってる世代の、人で使えるというか知ってる、世代を対象にするお店をやってたら、これ集客にも相当使えると思います。まあ、なかなかね、面白いアプリが出たなという感じなんで、まあ、今後もまた、何か思いついたら、あるいはね、いい情報を見つけましたら、シェアさせていただきます。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。